備蓄とは将来の需給の逼迫に備えて物資を蓄えること。山と言葉で蓄えとも。備蓄とは将来的に予測される需要と供給のバランスが崩れる事態、あるいは戦争、災害などに伴い発生すると予想される供給の停止、激減などに備えて必要な物資を蓄えておくことである。なお、平時の流通においても生産側から 消費側に物資が流通する過程で、在庫の形により一定の変動に対応可能なシステムが備わっているが、備蓄と表現する場合には、より積極的にそれら物資を貯蔵し、異常事態に備えることを指す。保存性が高く、長期間の貯蔵をしても問題が生じにくい性質の物資や保存食などは、コストさえ見合えば行えることになる。保存性の低い物資の場合は、 使用期限に注意を払いつつ、備蓄する必要が出てくる。大抵は、先入れ先出しの方法で、つまり先に入手したものから先に使う、という方法で順次入れ替えが行われるのが一般的である。ただし、組織の性質や物資の性質によっては、ある物資に関しては、定期的にそう入れ替えされる場合もある。例えば防災用の非常食は、 そう入れ替えされる傾向が顕著である。特定の物資が欠乏することが、組織や個人の存続に関わるような場合は特に注意深く、備蓄が行われる傾向がある。生存戦略を考える場合、必須物資の備蓄が行われるのである。様々な国、組織、集団が何らかの形で必要物資の調達と備蓄を進めている。国家的レベルで行うものも、組織レベル。 家庭レベル、個人レベルで行うものもどれも差し得るわけである。政府レベルでは古くは飢饉や飢が天災に備えた食料備蓄が行われてきた。近代では食料品、戦略物資、衛生物資などの備蓄が進められている。食料がなくなれば国民、市民の生命が失われるような危機的な状況に陥っていくことになる。 そこで多くの国家が基本的な食品に関しては備蓄を確保する傾向がある。食料自給率が高い場合は比較的安全なのだが食料自給率が低い国では食料備蓄に注意深くならざるを得なくなる傾向がある。石油の備蓄燃料は照明、調理、暖房など幅広い用途に使われる。交通機関については人が馬に乗り、車が馬に引かれ、 船が帆で進んでいった時代はさほど問題にはならなかった。近代以降、石油で乗り物の多くが動くようになり、石油なしではほとんどの乗り物が動かなくなった。19世紀から20世紀以降は燃料の備蓄が途絶えると、基本的に車、船舶、航空機等々を動かすことができなくなるので、経済の諸活動が停止してしまう。また軍用機、感染、 軍用車等々が動かせなくなり、軍隊の機能も停止してしまい、まともに戦うこともできなくなる。石油は石炭や天然ガスなどとともに発電も支えている。従って近代、現代では石油の備蓄は国家戦略上非常に重要視されている。個人的な備蓄、店舗内での備蓄、商業会計上、あるいは経理上は在庫という扱いになっている。 食料備蓄のために行われてきた施設の遺跡。同じく歴史的な食料備蓄施設。野菜の種類にもよるが生野菜の保存場所としては地中の場所や半地下の場所で暗い場所が向いているとされている。南極基地における備蓄店舗の棚に余裕量を持たせて並べられた商品流通の専門家や防災の専門家などからは 店舗の商品棚に並んでいる商品も一種の備蓄としての機能を持っているということが指摘されることがある。いざ災害となった場合は商品棚に並んでいる商品も地域住民の生命をつなぐ上で重要な役割を果たすことになる。ただし、備蓄というのは基本的に普段から将来を見越して先定を打っていっておくことである。災害などが起きてしまってから 後手に回って慌てて購入するようなことは基本的には備蓄とは言わない。災害などが起きてしまってから大量買いするような行為は備蓄とは呼ばずパニック買いという。例えば1973年の日本では石油ショックが起きてしまってから噂に翻弄されてトイレットペーパー騒動や潜在騒動を起こした。あくまで備蓄は平時から それぞれの判断で先手を打って行うのが慣用である。中国の食料備蓄に関する資料がある。日本では古くから各共同体、各家庭が食料などの備蓄を行ってきた。そのために様々な保存食が発明された。縄文時代には縄文時に様々な食品が蓄えられた。弥生時代には弥生時にとって変わり。 高床式の木造建物内に備蓄された。食品を備蓄する場合、ネズミなどによる食害を防ぐ工夫も必要だった。最近では2000年問題やインフルエンザの流行、東日本大震災などの反省も踏まえて各家庭がそれぞれしっかり備蓄を行うことを日本の行政機関も奨励するようになった。東京都は2005年11月19日を備蓄の日に定め、 保存食などを各家庭に備えるよう呼びかけている。日取りは1年に1旅は備蓄1区9の確認をという趣旨から選ばれた。4年に一度備蓄計画の見直しが行われている。ありがとうございます。